ゴーグルは使う人は使っていいって言ったよ。使いたい。つける？1個選ぼうか。つける子いるかな。これ。そう。こういうのとこの一体からやつもあるじゃん。本当だ。こっちの方が着やすいかもね。うん、これがいい。これ？繋がってるので分かれてるの？それか普通のね、一番シンプルなのは、これかわいいな。あ、本当だ。でもダメじゃん、ね。でもビーチサンダルじゃないとダメだって。あ、厳しすぎ、厳しすぎ。あ、こっち。これがザ水着だよ。なんか、うん。なんかここ見えそう。そう、そうなんだよね。だからやだ、エッチやだ、やだ、やだ。だからね、短パンみたいなやつあっちのにする。そしたらこれ分かれてるのでもいいんだよ。もうこれ全部これにする。130でいいかな。いや、でかいと思う。あんまり水着は大きいのだとね、だるんだるになっちゃって胸とか出ちゃうから。次合わせよ、サイズ。これネイビー？いい。ネイビーこれ、うん、でもいいよ。ちょっと持ってみて。あー、良さそうだね。これにしますか。これも欲しいね。タオルも買ってもいいよ、うん、ボタン付きじゃないとダメだよ。こっちにもあんじゃん。いっぱいあるよ。あ、すごいいっぱいある。これがいい。ん？ドーナツ？でかくない？いいよ。え？でもでかいと床ついちゃう。そうだね。こっちにないの？そういう系。これでかくないじゃん。こっちこっち。これはこのなんかラブリーな。ええー、そうなんだよ。ダメだ。これはパイナップル可愛くない？パイナップルにしようか。どう？パイナップルがダメ。あ、こっちにするやっぱり。あ、青虫だ。青虫だ。ハワイのやつみたいに見えたな。じゃあこれ。ちょっと青虫だとあれかね。70でいいか。どう？ちょっと胸につけるからこんな感じ。いい？このサイズで。パイパイ見えないから大丈夫です。じゃあこれにしようか。何円ですか？1800円。1980円。二、ね、つ値段書いてある。そう、下が消費税っていうのが入った値段なの。よし。あとはバッグ。水着と、タオル。帽子はいらないの。パンツはだって履いていくじゃん。ノーパンでいかないじゃん。1個ぐらいしやな私。そうだ、なんかさ、男子たちがさ、ネネのさ、あのパンツとか見そうだから、チャックあるやつがいな、できる限り。あー、じゃあ中が透けてないのがいいんじゃない。これにしよう。これキティちゃんでいいの？うん、しかもこれかわいいじゃん。うん、かわいいかわいい。あとビーチサンダル。あ、サンダル。全部キャラもになるな。まあ、それくらいいいじゃん。まあ、別に好きなのなんだっていいよ。ネネが好きなのを身につければいい。あとは、あれ、帽子。帽子？プールの帽子、オレンジ。やだ、オレンジやだ。フルーツのオレンジになっちゃうからやだ。何を言ってんの。何を言ってんのじゃない。ねえ、一つでもさ、うん、持ち物を忘れたらさ、うん、やばいよ。まあそうだね。あ、こっちにもあるじゃん、サンダル。どれ、これ、紫。あ、これがある。これ、これの 18? 18でいい。これかわいいね。
これ何円？1100円。 OK。 よし、あと帽子だ。ねえ、これ食べたい。どうぞ。食べれねえじゃねえかよ。面白い、本当。可愛い。あったあった、オレンジ、マジックテープついてるやつ。あ、ついてるね。名前書くとこもついてるのかな、これ。あ、ついてるかな、名前が書く。ピンクがよかった。あ、もう色がね、学校から指定で決まってんだよね。ウィッターみたいなピンクがよかった。それはフリーサイズ。フリーで大丈夫だよな。うん。6番がまで寝ません。寝ない？プール楽しみすぎて寝ません。やばいじゃん、ぶっ倒れた。6月までマジで寝ません。よし、じゃあこれで全部 OK かな。 OK ですね。じゃあお会計いきますか。ありがとうママ。あたおかって書いてる。あたおかって知ってる？知らない。頭おかしいってことなの？いえ。あたおか消しゴムだって。これがいいな。おう、これがいいな。うん、これ、うん、何これ。メモ帳だって。メモ。いや、これもあたおかだ。またあたおか、あたおかだ。あたおか、あたおか流行ってんだね。良い子はあんまり言わないように、あたおかと言わないでください。絶対言っちゃダメだよ。これ欲しい。ん？これ。メモ帳？うん。何に使うんですか？え？なんかメモする。何円ですか？360円です。いいですか？いいよ。あ、これ。あ、すごいね。可愛い文房具ありすぎてね、悩んじゃうね。子供の頃そうだったでしょ。ママの子供の頃はね、ど田舎に住んでたから、こんないっぱい売ってなかったんだよ。だこんな選び放題じゃなかった。え、ボールペン欲しいな。ボールペン。1000円する？じゃあ OK ですか？はい。よし、じゃあお会計だ。はい。